トモノカズキ一茶と共演、ボークスミュージーでトリプルアクセル。フィギュアスケートのアイスショー、ファンタジー・オン・アイス2023は26日、千葉幕張公園幕張イベントホールで開幕した。2022年、四大陸選手権銀メダリストのトモノカズキは第1部でビルズを滑り、第2部ではダンスボーカルグループ、ラパンプのボークスミュージーを一茶のボーカルをバックに演じ、 トリプルアクセル3回転半ジャンプを決めた。五輪や世界選手権を彩ったスケーターが一堂に会した、県ラ豪華なショーには、羽生ゆずさん、荒川静香さん、ステファン・ランビエルさん、ハビエル・フェルナンデスさん、アイスダンスのガブリエラ・パパダキス、ギオーム・シゼロング・ミラが出演。 幕張公演は28日まで開催され、宮城6月2から4日、積水ハイムスーパーアリーナ、新潟16から18日、トキメッセ特設アイスリンク、神戸23から25日、神戸ワールド記念ホールで行われる、友野和樹さん、スーツ姿で、ビルズヒロウイッサとコラボも、アイスショーファンタジーオンアイスが26日、千葉市の幕張メッセで開幕した。 フィギュアスケート男子で今年3月の世界選手権代表の友野和樹選手25上野市バスケートクラブは人気エキシビション曲ビルズ・ビルズを披露スーツ姿でトリプルアクセル3回転半ジャンプを2本飛ぶなど軽快な演技を見せたまた公演の後半でも再登場ダンスボーカルグループラパンプ ラパンプのイッサさんとのコラボレーションでは、ボースミュージーの歌に合わせて、しっとりと舞った。何話のエンターテイナー、友野和樹が、サラリーマンの悲哀を熱演、ファンタジーオンアイス。26日、アイスショー、ファンタジーオンアイス幕張公演、幕張イベントホール。昨年12月に行われた、フィギュアスケートの全日本選手権の男子で3位となり、3月に埼玉スーパーアリーナで開かれた。 世界選手権に日本代表として出場した友野和樹25上野芝スケートクラブが出演。2021から22年シーズンのエキシビション曲、ビルズなど2曲を演じた。この日はオープニングに登場した後、前半の演者としてメガネにネクタイ姿でリンクイン。若いサラリーマンの悲哀を表情で表現するプログラムを。 トリプルアクセル、三回転半ジャンプやコミカルなステップを交えて見せた。さらに後半にはダンスボーカルグループ、ダパンプとのコラボが実現。イッサが会場のステージで歌うボーツミュージーに乗ったトリプルアクセルや華麗なステップなどを見せて、何話のエンターテイナーの本領を発揮した。友の和樹、幕張出張で、イッサと初コラボファンタジーオンアイス。 フィギュアスケートのアイスショーファンタジー・オン・アイス幕張公演が26日千葉市の幕張メッセで開演した男子で2年連続世界選手権6位入賞の友野和樹、上野芝湖はサラリーマンの悲哀を演じるおなじみのエキシビション曲ビルズを披露幕張出張ではトリプルアクセルやコミカルなステップで会場の笑いを誘ったゲストのダンスボーカルグループ ラパンプのリーダーイッサとのコラボレーションセッションでは、ボースミュージのサウンドに合わせ、トリプルアクセルや独創的な振り付けで魅了した。